かはい元気ですでもねあのクーラーしててさっきまでちょっとあのクーラーの中にずっといたので声がおかしいんですけどはい元気にしてましたよもちろんもちろんはいあのでもですねとってもですよとってもさ福井もあっつ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 なんですよ もうやばい暑すぎてねもう汗ダクダクでいつも学校に行ってまいりますなのでもう最近はこちらこちらが必須アイテムとなっておりますそう今までねそのこれこのハンディファンかなハンディファンが全然効果ないと思っててななんかうん使ってないのにな勝手に思い込んでて全然こんなの。 持ってても買わないでしょ持ってなくてもみたいな思ってたんですけどまあねもう高校入るとやっぱりみんなこれ持っててこのハンディファンをでなんかみんな涼しそうにしてるし友達から借りるとめっちゃ涼しいんですよさすがに買うしかないこの暑さはと思って買っちゃいましたはいそうあこれはねあの宇宙人の声にはならないんですけど そうこれをこうやってやりな,やりながらはい日々日々暑さをしのいでおりますこれ3段階今これ今日てな感じもこれは必須アイテムになっているということで皆さんは大丈夫ですか本当にもう暑すぎて服井は本当にたまらないですね暑さがでもね最近一昨日ぐらいはめっちゃ雨降ってたりしてうんなんか 不思議な天気ですね梅雨明けしたかと思ったらま松梅雨戻ってきたんかみたいな感じでそうでも今日は暑いですね今日はもう今太陽見えます暑い、うん、暑いですそうね暑すぎて溶けそうだ喋 <laughs> れなかった <laughs> ね本当に暑いやばいよ 溶溶けけてるる方多いねやっぱり溶けるよ、ね、私も一回溶けたんですけど、まあ、今日はなんとかねクーラーの中やっておりますのではいそうでねあのー、今日ちょうどですね球技大会が終了しましてそう球技大会私バスケットボールですわうんはいちなちなみにですけどシュートはあの一回も入ってません はい、球技大会バスケだったんですよ私でもねシュート入れる機会まあシュート入れるって機会は5回ぐらいあったのに全部外れちゃって、まあ、友達がカバーしてくれたって感じなんですけど、まあ、結局勝てはしなかったんです、まあ、いいとこまではいったんですけど優勝まではならなかったんですよそうそうなんです悔しいですねシュート結構ねあの1人 フリーの時で、あ、もう、これ決めれるやんって時に外して、まあ、悔しいと思いましたね。そう、悔しい、悔しすぎるよ。そう、でもね、本当に球技大会、で、結局その負けたんで。他の、そのクラスの子の応援とかにもあってたんですけど。応援してるだけでも、めっちゃ熱くて。 そうめっちゃ今日ねだから頭めっちゃ痛くなってえやばいと思ってめっちゃお茶飲んだんですけどなのでねぜひ皆さん外仕事の方とかはぜひねちょっとマジで熱中症気をつけてほしいなと思いますほんと気をつけてくださいそうだ体育館にいるだけでも本当に暑くてはい 気をつけてくださいほんと熱中症はねほんと怖いですからはいそう体育館暑かったんですよ暑いでもなんかねおっきいめっちゃこん,こんぐらいのあの扇風機はあってそうそれでも暑かったんでうーんお気をつけください体調には本当にね塩分とかチャージして塩分チャージとか食べて ですねちょっと待ってください私テロップをちょっと変えますねテロップ変えますちょっとね今日話したいことはですねあるんですよ よし、こちらですはい今日私が発信をした理由こちらババーンはい皆さんついに私トップイエルネオ,、はい、ッルネオゲットいたしました遅って感じなんですけどやっとね 昨日ゲットしましたよ、トップエルネオうこれなんでね、ひよごいちゃん。昨日って。発売から結構経ってるけどねって。言う方いらっしゃると思います。あのですね、このトップエルネオ。どこの書店にもね、ないんですよ本当はびっくりしちゃうぐらいなんですけども。あのね、まあ。 福井はですね、結構まあちょっと田舎なのでちょっと届くのは遅いかなみたいな、まあ、入荷されるのは遅いかなってまあちょっと予測はしてたんですけど、まあ、予測して、まあ、発売日の3日後ぐらいに、まあ、書店に行ったわけですよそしたらないわけですよねでまあまあまあここの書店がないのかじゃあ別の書店行きましょうかって言って別の書店行くじゃないですかないんです ないでそれをねな結構発症したんですよ書店をいろんなとこ行ったんですけど一つもなかったもうねえちょっとマジ私は諦めたくなかったの絶対書店にもあると信じたくていやいや明日また明日とかやってたらお母さんに「うんアマゾンでポチ見なさい」と「うんアマゾンやって」「アマゾンでポチになっつ」って私は悔しくて「いや まだいけるから福井にもあるはずだから <laughs> と思ってたけどまあまずいったらもう明日に届くよって言われてはいあの頼んだ次の日にねもうすぐ来ましたもだからねちょっとまだゲットしてないでと,という方はですよ a m アマゾンでポチっていただければまあアマゾンプライム会員の方だけですけどもまあ翌日に届いちゃうよと あもう即見たいよって方はねもうぜひアマゾンポチってください困った時のアマゾンですからねはいはいっな感じでアマゾンから届きましてやっとトップエルネをゲットいたしましたあの最初びっくりしたのがサイズ感ちっちゃちっちゃめ普通雑誌って結構 大きいサイズだと思うんですけどこれは結構ちっちゃめのサイズ結構ね持ちやすいですちっちゃめ可愛いちっちゃめのサイズでございますでですね見てくださいここですたーらーん坂川ひゆか発見はいてな感じでまあちょっと中身はねなかなか言えないので のあれですけどなんとですねこれ結構すごいことに私結構最初の方にいるんですよページ数は言っていいのかな16ページ私16ページにいるんですよそう結構早いのめっちゃ2ページだから特集 とこにいますそうだからねすぐ見つけられると思います。そうでも結構ねその今回の取材はめちゃめちゃね暴露暴露っていうかもう昔のこととかさまざま話しているんですよ。そう,そうだから皆さんちょっと皆さんにも感想を聞いてみたいと思います。 そう今,日今回はね、あのー、写真メインというよりかは取材メインだから結構ね写真よりは文章文章っていうか、まあ、話したことの方がたくさん載ってるので、まあ、まさにね今私のこと気になってるよっていう方はこれをゲットすれば私の過去も知れちゃうしこれからどうなりたいかとかも知れちゃうし、まあ、私のことが何でも知れちゃうってわけですよこの1冊を持ってるだけでね。はな、い、ので是非皆さんポチってくださいね。 今ないよっていう方はそう結構ねあのオーディションのこととかまあ様々話していますちょっとねあの今言っちゃうとね結構あのあれなのでネタバレになっちゃうのでまあ撮影の時のエピソード言おうと思,言おう,と思うんですけどあのトップエヤルネオさんの取材がありがたいことにですよあの急遽入りましてですね そうあの東京私がちょうど東京にあの練習とか行ってる時にちょうどトピューレナさんから急遽ね坂川秀香ちゃん取材したいんですけどみたいないやありがたいことにありがとうございますって思ってたやさきあのスーツケースの中には練習着しか入ってなかったわけですねあ取材はあの自分の服でって私服でってうん 練習着しかないいって可愛いいもないと思って結構ねね焦りました、ね、したかも結構あのー、撮影の2日前とかだったのかなだから結構ギリギリでえやばいと思ってであまずいまずいまずいと思ってさすがにこういうねちょっとラフな格好で撮影はあのー、違うなと思ってさすがに撮影は可愛くしたいと思って。 急きょお母さんに電話して「あの取材入ったから <laughs> 服送って」って言って服と靴まで送ってもらってそうなんとかやりきったんですけどそうそうなんですよだから結構ねあの焦りました焦ったけど結構ねかわいだからかわいい格好してると思いますうん何気かわいい格好してます でも靴,靴ひもがほどけてますそう私ね靴ひも結ぶのめちゃめちゃ下手くそで靴ひもがめっちゃほどけてますけどまあ気にしないでよって話ですねこんかなんか感じではいなってます服はお母さんセレクトかな上の服だけ送ってもらったあのなんか偶然下のスカートはあったので そう上の服だけ送ってもらいました。そうお母さんセレクトです。もう危ねえと思いましたね本当。焦りました。<laughs> ね、はい。そうあそうでもねあのはいこれ言わせてください。私この日はですねジメイクだったんですね。髪型もじゃあ自分でするって感じなんですけどジメイクっていうのはあの私自分で髪型これしてそう自分で頑張ったんです。 そう自分で頑張って多分何したかなあそう三つ編みしてハーフアップしたんですよ結構すごくないそうここを三つ編みにしてこうしてリボンまでつけてそう結構可愛いことしちゃったんですよそう自分もこんなことできるんだと思ってこの日感動しましたね。 そう,そうだから自メイクの時って結構あるんですよたまにねだからそういう時めっちゃ迷いますねどういう髪型にしようかなとかどういう服にしようかなとか迷いますえー、メイクさんだと思ってた嬉しいメイクさんじゃないですよ私が自分で頑張りましたやったーそうだからね私もえ自分意外と そういういのできるんじゃないとか思っちゃったはいそんな感じで私はトッピエルネオをゲットいたしました皆さんもねちょっと皆さんの感想を聞こうトッピエルネオちょっとね今見てる限りありゲットしてないよって方が多かったと思うんですけどぜひ今ポチって来てください、はい、そしたら私が言っていることも全てて わかると思いますよ。一応とポチって来てください。そう。ゲットしたよ。ありがとうございます。そう、私よりね、皆さん断然早いゲットをしてくださって。ありがとうございます。そう、もはや、もうね、最初からポチっとけばよかったです。悔しい。そう、ずっとね、本屋さん行って。 であーないってなって漫画買って余計なもん買っちゃいましたねそう漫画が増えちゃいましたねオフショットありますかオフショットはねあのインスタに投稿してるのでぜひ見てほしいなと思います意外とねあの時自撮りしてなくてショックめっちゃショックなんですけどそうあの時ね多分そのまま 取材終わった後に舞台の練習があってそう多分ねしてる暇がなくて時間もうそのまま「入ってますよ」みたいな感じだったから全然自撮りとかもしてなくてショックだったそうだからマネージャーさんが撮影中に撮ってくださってた写真しかなくて悲しいですね そうなんですまことさんなんだこれかわいいキラキラありがとうございますキラキラですどのくらいの時間取材したの ?1 時間とか結構長いことねベラ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 喋っててもうずっと会話してましたねうんはい <laughs> そう、まあ、じ幅広く話したので昔のこととかまあ、今のこともですし 今後のこととかま福井のこととかもう本当、いろんなジャンル話したのでそう、長いことお話ししちゃいました、はい、帰り本屋さん寄ってなかったらポチるポチってください多分ないの本当に、ね、私もなくてショックだったそう、ぜひね、ポチってくださいん初見さんが来てくださってるありがとうございます 毛利さん爪痕残してた人だ嬉しいそういう認識は嬉しいですありがとうございます爪痕残してたでしょうかもうおチー者が残してたのかな <laughs> ありがとうございます初見さんありがとうございます明日届く予定おじゃあ明日ねぜひ見て感想教えてくださいませそう本当に私エゴサマンなので すすぐエゴサーチしちゃうんですよなので「ハッシュタグ坂川ひゆか」をつけていただければ見ますありがとうお事務所のイメージしかあってやめなさいやめなさいお事務所じゃなくても大運動会でも活躍してたでしょあれ悔しかったな大運動会にいだ そうあの今日学校でもねちなみにその話になってなんか急にそうあの大運動会ね惜しかったねって急になんか言われてああつ懐かしいねとか言って「なんであんたはゴール逆にいったの?」ってまた言われて「うんその会は2回目だよ」って思いましたけど友達もなんかね悔しそうにしてましたよ友達が悔しそうにしてた私より。なんだって言ったよって <laughs> はい、悔しがってました。はい、ヤマさんハートといますショありがとうございますそうなのでちょっと話がそれましたがトップエりの絵をちょっとねもう本当昔のことめっちゃ振り返ってるめっちゃ暴露してるのでと私がなぜ AKB48 に入ったか、まあ、そして昔の私はどうだったかはいあと、あのー、今後ね目標とか、まあ、したいこととか諸もろもろ書いておりますので。 ぜひトッピゲルネをゲットして私のことを知っていただけたらなと思いますはいぜひともよろしくお願いしますはいおちむしゃ時代からめちゃくちゃ綺麗になりましたねありがとうございますでもねおちむしゃの時はすっぴんだからねすっぴんだと意外と変わってないですうんでもねあれ髪型髪型あれは問題よ髪型うん お者あの時も普通だったんですよ顔は別に落ち武者顔じゃなかったんですけど髪型のせいで落ち武者顔に見えたっていうそうねそうなんです悔しいですねあの落ち武者はいそうそうなんです あそうだ、そうそう,そうはい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 皆さん今日何の日か知ってます今日はなんと七夕ですよ皆さん七夕七夕ですってそうなんと七夕の日です今日はいや私もねてっきり何の日でもないと思ってたらあの朝755開いた時に七夕だねって教えてくださっててファンの方が。 えガチやんと思って7月7日七夕ですやんってなりましたね。はい、ということで今日はですね、あのー、黒板にですね友達みんなであの短冊を書きました、ね、そこでねちょっと感動するエピソードっていうか、まあ、めちゃめちゃ嬉しいなっていうエピソードがあったのでお話ししようと思います。まあ、今日は七夕ということで皆さん、あのー、クラスの子たちもねみんな忘れてたんです。七夕なのにみんなで何もしないのはちょっと寂しいなと思ったので。 私が急にみんなに、今日何の日だと思うとか言って、そしたらみんななんか、んみたいてな,なってて、私が七夕だよーとか言ったら、あの友達が、え、じゃあ黒板に七夕の短冊みんなで書こうよみたいな。願い事書こうよってなって、まあ短冊書いたんですけど、で、みんな一人一人ね、お願い事書いてて、で私はですね、あの、 友達みんなで「お出かけできますように」って書いたんですけどさすがにですよ AKB のことも書きたかったけどみんな書くのでちょっと恥ずかしいなと思ってあの書けなかったんですけどみんなで「お出かけできますように」みたいな感じで書いてたらそしたらねそしたらよ友達がなんかもう一個書いてたの,の自分のお願い事ともう一個なんか短冊を書いててめっちゃ真ん中黒板の「 真ん中にその短冊を書いててでそしたらなんか私は見えなかったのと友達が書いてたからその背中を見てたの「何書いてるんや」って言って「2枚,2枚目は何書くんや」でそんないっぱいあるんかって言っててでそしたらその書いてる子を横で見てた友達が「え泣きそう」とか,なんか急に言い出したの「泣きそう」みたいな「え泣きそう?」みたいな言って「え何書いてんの?」って言ったら。 ちょっとこれクイズにします何を書いてたと思いますかその友達は正直私が一番泣きそうだったんですよえっえっみたいになってさあ友達は何を書いていたでしょうか「世界平和」「世界平和」もね書いてた「世界平和」も誰か書いてたねうん「世界平和」もいいことです私も書こうかと思ったそう ゆきちゃんさんハートありがとうございます。おお、皆さん鋭い。皮膚科が泣きますように。あ、死ぬ違います。そう、正解はですね。これこれ書き方が泣けるの？皮膚科のセンターが見れますようにだったの。普通にさそう。泣きそうで。なれますように。とかならわかるんですよ。 な,れますようにならねまあーみたいなあそうだなって思ったんですけど見れますようにえ見たいなって思ってくれてるってことでなんかめっちゃ泣きそうになってえ危なっと思ったんですけどそうでなんか逆に私よりその横で見てた友達が一番最初に泣きそうになってて「えた <laughs> 泣きそう!」とかなんか「そうあえあなたがあの私の私かな?」みたいな逆になっちゃうっていう感じだったんですけど。 そう友達がしかも黒板の真ん中だからセンターに「ひゆかのセンターが見れますように」って書いててそうやばかったでもう写真あもうえやばかったですね本当にもうマジでマジで本当にね友達優しいんですよ そういう私が配信するよって今日も言ったときに。ねえ、じゃ、見に行くよとか。本当にもう本当に素敵な。え、え、待ってください。タワーが来てる。タワーが来てますか。兄ちゃんさん、タワーありがとうございます。可愛い手のことを織姫タワーかな。ありがとうございます。本当に願いが叶いそう。そう、本当にありがとうです。そう、本当にね。 すごいほんとう嬉しすぎてめっちゃ感動しましたでその横に私がこうやって矢印して「あの立てますようにセンター立てますように」って書きましたそうありがたいです本当にもうね感動しちゃって私それで友達も,もう本当に見たいって言ってくれててセンター立てるところとか うん、ほんとね優しいです授業中の話じゃなくてあの球技大会だったんで出番が来るまでめっちゃ暇だったんですよそうだからその時は全然フリーな時間自由時間なのでそう授業中ではないうんそうだからもう本当に頑張るって言いましたちゃんと決意しました絶対立ちますって 「立ちます立てますように」じゃなくて「立ちます」って言ったので立つしかないです頑張りますほんとにそうだからね本当に応援されてますよそう七夕だって七夕の願い事なんて結構さ自分の願いを書くもんじゃないですか普通はね、うん、だけど 私の願いっていうか私のことを応援してくれるっていうかうんありがたいですねはい頑張ります頑張りますはいね本当に素敵本当にもう友達マジで素敵な子しかいなくて本当に素敵な心の方ばっかりで心の方というかうん本当にありがとうございます。 おうね優しいです頑張るしかないですはいそうなんですよねえだから早く会いたいですもう友達に会いたいですね あ、七夕エピソードが来た私も七夕エピソード話そう初見さんの七夕エピソードは自分の七夕といえば小学校の頃の七夕ゼリーが美味しかったここととを思い出すことですで私も七夕ゼリー美味しかった気がします私はですねあの七夕ゼリーも美味しかったんですけど七夕の日のなんかお汁がそうめんの時だったのかなでその時に星型 なんか具材が星形になっててめっちゃ可愛かった思い出がありますそうで人参が多分星形だったのかなそう人参が星形でえ可愛いけどまあ可愛いから食べれるかと思って人参食べたらうん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 やっぱ無理だったっていうエピソードもありますけどもそう人参星形になってたりやっぱり特別感ありますよねやっぱそういうイベントごと大好きだった私給食今やっぱ高校生なので。 お弁当だからまあお母さんがね作るんですけど作ってくれるんですけどそうだからまあ給食の特権ですよねそういう楽しみは七夕ゼリーとか絶対あんなのさ普段食べないじゃないですか給食以外にいやーそうだからねそうまれですよ貴重だから給食もっと楽しめばよかったって思いましたねほんとはいそうだからね 嬉しいですねそうもっと楽しめばよかっったたです七夕ゼリー美味しかったなしかかなもねあのそういう給食とかのゼリーとかプリンとかってめっちゃカチコチに凍らしてあって持ってくるじゃないですかだからあの紙のスプーンでこうやって刺すと紙のスプーンが負けてグニャンって。 こうぐにゃんってなるっていうあるある。そう、ここ,こを刺したいのに。ぐにゃんって、ま、負けちゃうんですよね、スプーンの方が。そう。なんですよ。はなぶたゼリーってなんやろ、え、なんか、なったコことかも入ってたんですよ。ななぶたゼリーっていうのは、なんか透明、私は透明か青色か。そんな感じので。 星形のなんかゼリーみたいな塊が入ってて可愛いいんですよ見た目もそうねえ紙のスプーン懐かしいでしょねえ懐かしいね紙のスプーン紙のスプーンじゃなくて紙ペラペラのスプーンですそううん懐かしい うわあ,あったな行事ごとにクリスマスの時はクリスマスケーキだったりとかうわ懐かしいあ,あマラソン大会疲れた時にガリガリ君が出てきたりとかうん懐かしいなんか泣きそうになった懐かしい懐かしいマラソン大会クソ頑張ったなうん遅かったけどめっちゃ頑張ったのに遅かった しいそうでもねもう当そのガリガリくんのためだけにと言ってもいいでしょうガリガリくんのために今日は走ったるでってことでねそうマラソン大会終わってからまあ給食ででもなんかね運動した後って謎にお腹が空いてないんですよなんかちょっと気分が良くなくてえなんかあんまり食べたくないってなって結局ガリガリくんもちま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 と食べるっていうね そう懐かしいマラソン大会嫌いでしたね嫌いでした正直苦手でしたねねえガリガリ君そうでしかもねパッケージがあのガリガリ君のパッケージのそうあのこういうのをガリガリ君じゃなくてカップのガリガリ君だったのでパッケージがなんか目がハードなやつとか 炎の燃えてるやつとかなんか普通のガリガリ君とかいろいろあったんですよ。そうだから誰にするとか友達となんか選んでたな。うわ懐かしい懐かしい私はね多分炎とかだったかな。ぼーっと燃えてるガリガリ君にしてたと思います。はい。が応援してるエリアだけダッシュしてたマラソン大会。 えー、でも私たちのはねなんか最後だけいるんですよ最後のところでみんな待ってるみたいな感じなのでゴールのところでねみんな待ってる感じなのでそうだな私もそうだったなみんな見てる時だけ余裕ぶってワと最後そうだった私はね最後に飛ばす派なんですよ最初ちょも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 うって言っててでも最後ゴールの時にぶわーと走ってウォーラーて接戦にするみたいなはい な人でそういう人なんですそうだからね最後だけめっちゃガチガチ走りうらうらうらって感じでもその後マジでちょっと上に上がってきそうになっちゃうう,ううってなるんですけどそうだね懐かしいな頑張ってたなそう考えると小学校の頃結構走ってたよ1キロとか。 1>, 1年生で1キロ走ったんだ私走りすぎじゃない走りすぎだよね <laughs> 一緒にゴールしようとかあるよねええじゃ一緒に走るマジでちょっとさ早くせんくてよくないえ,え一緒に走ろうえっ、えー、よーいスパーンう絶対バーっていかれるんですあれ何なんですか最初の方が結構ねあるんですよ一緒にま嫌や,やな とかこうやって並んでたけど徐々になんか無言になってってみたいなうわ懐かしいねえすごいだからマラソン好きな方とかめっちゃすごいですよ正直すごいほんと今マラソンの話しただけでちょっとねあの気分があのもう緊張しちゃいました マラソン大会あれめっちゃ緊張するんですけどあれ嫌だったなマジで始まる前めっちゃお腹痛くなってもう何回もトイレ行った覚えがありますねえお腹痛いお腹痛いってなってようパンってなってみんないやー懐かしいそう すごいでもさそういう長距離速い人とかってめっちゃ英雄になりませんその日から。ーかっこいいなーって思ってましたねでもマジであのそういう人たち1位とか2位の人ってガチで長距離を走ってるっていうから短距離の速さでみんなバーって行くからそれなのにペース落ちなかったりとかするからほんとあの体がどうなってるのか教えていただきたいという感じですね。はい、どうなっっててるんですかって、うん ね本当にすごいですねわかるよわ <laughs> かりますよ脇腹痛くなるよね走ると痛いやだねてかなんで私はマラソン大会の話をしたんねんやっていう話なんですけどな,なんでこの話になったんだっけ えー、マラソン大会あー七夕の話からからすごいな話の広がりってすごいですね。すすごごいい本当にすごいわだからちょっとまあ体力つけていろいろライブとかにライブとか頑張れるようにしたいですね。 はい。そんな感じです。何かありますか。劇場公演出てほしい。まあ、まもなく夏休みになるんですよ。私もね。そう、だから。劇場公演出れるかな。出れたらいいなと思います。本当に。 はい、あそうだエイトの日そうだそうだエイトの日が決まりましたねなんとですよエイトの日サンリオピューロランドです <laughs> 待ってくれよとちょっと待ってくれサンリオピューロランド私がサンリオピューロランドで大好きな大好きな子がいるんですよ 大好きな大好きな子がいるんですちょっと待ってねいたハンディピューロランドで大好きな子がいるんですケキロケキロケキロ,キロ,キロなんです私が大好きなのは。 ケロケロケロッピーハンギョドンも大好きなんですけどやっぱりイチオシはケロちゃんかなってそうかわいくないですかえほ、ー、本当にサンリオピューロランド嬉しすぎて決まった時めっちゃえっと思いましたけどそうケロケロケロッピーに会えるかな会えたらいいなうん ケロちゃんに会いますように。可愛すぎない、このさ。このさー。うん、傷ついちゃってるけどさ。この。口を見て,パクッておー。かわいい。かわいい。 何気ちょっと私にちょっと似てる気がします私なんかちょっと変える顔なんですよ <laughs> ちょっと変える顔なのでちょっと私と親近感があるねケロちゃんケロピーえー、ちょっとケロピと会いたい会いたいよケロちゃん会えますようにだからサンリオピュロランド楽しみですぜひ皆さん来てくださいね まあ楽しみまあケロちゃんにも会いたいけどファンの皆さんにももちろん会いたいですよ久しぶりのライブですしほんと楽しみですはいそうですね8月それは8月ですね8月8日8の日ですねでもですよ皆さんなんと7月も楽しい楽しい楽しみな予定がありますえ それは何ですかって。7月楽しみな予定は何ですかって。そう。なんと、私、六本木アイドルフェスに出ます。や <laughs> <laughs> っと、うわーいやー、フェス、嬉しいですね。フェス大好きです、私。夏フェスとかもう楽しみで楽しみでたまりませんよ、本当に。 はい大好きです本当にとにフェスが大好きで私うわっうわっ見えなうわっみたいなやつが好きでやばいですね楽しみ AKB になってから多分初めてですねフェス嬉しい楽しみですね ほんとに楽しみフェスフェス大好き「わわえ声出しできないのかなぜひ声出しできるようになってほしいですね「わわわわ」めっちゃ煽りたい気分ですあのいい意味でねあの悪い意味じゃなくて「わもっとみたいな感じで煽りたいですねはい。 そうですね。はーい、あのー、負けないように今声を上げております。はい。うんうんはい、負けてなりません。はいはいはい、はい、はい。やりたいです。ちょっと本当に声出し無理なのかな。やりたいです。はいはい。やりたい。 そうあの夏フェスそれが決まってからずっとニヤ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 しちゃうんですけどはいそううわ楽しみですねちょっと皆さん是非お時間ある方とかは是非ね会いに来てほしいなと思いますやばいね うん、そうなんかね多分ねフェスって近いですかお客さんとの距離私のフェスの感覚だと近い気がするんですよファンの方との距離が楽しみですなお六本木ヒルズ」は「近い」って。 やば楽しみすぎるでしょねぜひねちょっと来てくださいやば <laughs> 大好きで大輔さんあのねファンの方のお顔がちゃんと見れる近いライブとかマジで大好きで楽しみです そうちゃんとねそうお顔が見えて見えるライブが大好きで本当にあによく結構ライブだとどうなんか暗いじゃないですか。まあ、だからなかなかねそう見えなかったりそうあと距離がちょっと遠かったりとかあってなかなかなんですけどこういう野外とかは多分明るいのでまぶ、あ、しくなければ多分皆さんの顔は ガガンガン見れると思うのでうわー楽しいパンタイパンだか熱中症対策ほんと熱中症対策して夏バテしないようにですよほんとはい対策頑張りますほんとにあとコロナにも気をつけてはいそう楽しみですはいなのでね はい、楽しみが7月は多いということでまず「トップ u l ルネオも発売されましたし六本木アイドルフェスもありますしまあその他もろもろありますし、はい、あとお話し会もねありますからね、はい、ぜひ皆さん会いに来てくださいそう7月は多分皆さんとのね交流の時が交流交流が多いと思いますので、はい、ではではそろそろ 読みましょうかね。読みます。ちょっとまた声を荒げないといけないと思うので、声を荒げようと思います。わー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 負けられない負けられない。わー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 これミュート機能ってないんですかね。ミュート機能ってないですかね。ミュート機能ってないんですかね。あの助けてください。本当にミュートあるの？ミュートあるの？待って。 ミュートミュート探してミュート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 本当に声がでかいあのねミュート機能ミュート機能ミュート機能はどこミュート機能ミュート機能ないミュート機能がないああミュート機能ミュート機能がないちょっと一旦探してくださいわわわわわわわああよかった通り過ぎましたああ危ないミュート機能ちょっと私もさすがに探さなきゃ きのどこですかこれは違うよね。私ついてないんだけどな。えー、どこでなかった。まあいいや、一旦過すぎたので。ああ、アプリの更新してないからか。アップリします。ごめんなさい。くこういう時が 最近この顔ちょっとハマっちゃってるんですよね。ダメですよね。はい。ってな感じで、ちょっとランキング読みますわ。危ねえ。スープスーフスープ。じゃでは,ではいきます。13位、山さん、ありがとうございます。また見てください。12位、プッチーニさん、ありがとうございます。また見てください。11位、ユキタンさん、マーク。 ひかたんがセンターに立てるよう全力で協力しますありがとうございますまた見てください10位クローキャップさんアットマークドローンドローン落ち武者かありがとうございますまた見てください9位ミカさん選抜のんひうん日かちゃんがテレビで見れますようにありがとうございます頑張りますまた見てください8位照夫さんアットマーク17日のお話からよろしくですこちらこそよろしくお願いしますまた見てください 7位大輔さん、アットマーク16ページんに掲載されてる女の子はもしかして天使かもしれないありがとうございますまた見てください6位しょうくん、アットマークおしめんと仲良くなれますようにありがとうございますまた見てくださいなれますように5位 GS さん、ありがとうございますまた見てください4位チョコミントさんアットマーク、この夏はひゆちゃん祭りでわっしょいです楽しみにしてくださいまた見てください 3位、誠さん、ありがとうございます。また見てください。2位、立花さん、アットマーク、目指せ3ドーム福井。いや、本当にコンサートしたいです。ありがとうございます。立てるよう頑張ります。また見てください。そして1位は、西矢さんよりタワープレゼント。ありがとうございます。折姫タワー、かわいかったです。また見てください。てな感じで、ラッキークリカに行きます。22位、ネッシーさん、ありがとうございます。また見てください。 さてもう一人の方いきます47位ヒーチャーさんありがとうございますまた見てくださいラッキーカニカニ。てな感じではい今日はスクショタイムちょっとお題なしで自由にやっていきますわよーい、B はい、ってな感じでできましたたまにはこういうスクショタイムがあってもいいでしょういつもちょっと変わったやつばっかりなのではいってな感じで今日は2891人の方を見てくださってどうもありがとうございましたはい皆さん今日はあ明日金曜日ですね明日金曜日なので1週間最後頑張りましょうではでは今日も皆さんありがとうございましたおやすみ